アルカラーマ SC はシリアのホムスを本拠地とするプロサッカークラブである。カラーマはアラビア語で高潔を意味する。アルカラーマ SC は1928年に設立されたクラブで現存するアジアのサッカークラブの中でも有数の歴史を誇る。アルカラーマは国内最上位サッカーリーグであるシリアプレミアリーグで8回優勝、シリアカップでも8回優勝しており、 国内屈指の強豪クラブである。また、アルカラーマは国内リーグと国内カップ戦の2冠を達成した国内初のクラブでもある。ハーリドイブンアルワリードスタジアムを本拠地としている。2006年、アルカラーマは AFC チャンピオンズリーグに初出場を果たした。この大会ではグループリーグで UAE のクラブアルワフダ・アブダビ、アリダ A を擁するイランのクラブサバーバッテリー。 カタールの国内リーグ王者、あるガラファと同組になった。あるカラーマは、グループを4勝2敗で突破した。準々決勝では、前回大会王者のあるイッティハードと対戦、アウェーで行われた第1戦を0から2で落としたものの、ホームで行われた第2戦を90分間で2から0、で、勝利、延長戦に突入した。延長戦でもハナド・カーシムが2得点を決めて4から0で、 勝利、準決勝へと進出した。これは、AFC チャンピオンズリーグの歴史に大きな衝撃を残した。準決勝では、クウェートのクラブ、アルカーディシーやクウェートと対戦した。第一戦は、ホームのホムスで開催され、15本のシュートを放ち、ボール支配率が85%を記録したものの、0から0の引き分けに終わった。第二戦はクウェートで行われた。 あるカラーマは14分にアーテフジェンヤーとのゴールで、先制、このリードを守り切って1から0で勝利し、決勝戦進出を決めた。決勝戦は、韓国のクラブ全北現代モータースとの対戦となり、2006年11月1日に、韓国で行われた第一戦は0から2で敗北した。ホームで行われた第二戦、あるカラーマは2から1で勝利したものの、2試合合合計スコア。 二から三で敗れ準優勝に終わった。ありがとうございます。